んにちは、いなこです。今日はですね、私の歯の話をしたいと思います、はい、インプラントやりたいなって思っている方とかのもしかしたら参考になるかもしれませんので、まあ、興味がある方だけ見ていただければなと思います。私実は数ヶ月前、前歯の一本をインプラント手術しました。はい、で今ね、仮歯が入ってる状態なんですよ。はい、ちょっとね、この前歯のこの一本、この一本色が違うの分かりますかね。はい、これが仮歯の状態です。それの今日はインプラント手術どうだったかみたいな話と、なぜインプラントすることになったのかみたいな話。まあ今ね、まだ完成じゃないんですよ。途中経過で、今なんかこう困ってること、完成までの期間どれぐらいかかるのかなみたいな話もしたいと思います。はい、最近私動画でマスクすることが多かったんですが、それはこのね、前歯のこの一本の色がね、こう違うのが嫌で、マスクしてたんですよね。やっぱマスクすると声がこもってね、マイクに届きにくくなっちゃったりとかして、やっぱマスクできれば外したいんだよなと思っていて、もういっかと私の前歯一本変色してたところで、別に誰も気にも留めないかしらと思って、マスクするのもいいかなと思ったりしてます。はい。で、その応急処置としてね、この薬局で歯を白くするっていう、歯に塗る用のマニキュアみたいな、爪に塗るマニキュアじゃなくて、歯を白くするための歯のためのマニキュアみたいなのを売っていて、あ、これいいじゃんと思って、まあ、毎回これ塗って、これからいなこチャンネル撮影していこうかなと思ったりしてます。はい、ということで、これ塗ってみますよ。本当に薄く。はい、こんな感じでできました。もう肉眼で見るとね、ちょっと不自然なんですけれども、でも遠目から見る分にはね、そんなに色変わって見えないみたいな感じで、はい、こういう感じで、歯も白くなったところで、ちょっと今日はね、インプラントのお話をしたいと思うんですけれども、まず、なんでインプラントすることになったかっていう話をしたいと思うんですが、この前歯のこの、今回ね、インプラントにした一本は、10代ぐらいから何回か治療してる歯で、虫歯になっては、治療して、で、根っこのなんか神経とかも取らなきゃいけないみたいになって、神経を取りつつ、でも歯は残しつつ、みたいな感じでどうにか持ってた歯だったんですよ。で、まあ私、前にもね、この歯についての動画出してるんですけど、前歯の上の前歯の6本をセラミックにしてるんですよ。自分の歯の上に人工の白い綺麗な歯を作ってもらってガチャってはめている前歯の6本なんですけれども、前歯をセラミックにするときに、この一本の歯、この何回も治療している形跡があるこの前歯は結構危ないので、一歩間違ったら根っこにひびが入っちゃったりとかして、抜かなきゃなんない状況になるかもしれませんみたいな感じで、もうね、そのセラミックを入れる時点で言われてました。まあそう言われてたけど、まあそのまま異常なくセラミック6本入れて、過ごせていたんですが、私ですね、今年6月かな、コロナにかかりましてですね、私コロナに感染してしまって、それがきっかけで前歯の1本の根っこがダメになっちゃったんですよ。もうね、コロナ恐ろしやって感じだったんですけれども、まあコロナ自体は一日高熱が出て、その日は辛かったですけど、まあ次の日からはまあ安静にしとけば全然ね、大丈夫みたいな感じで、まあ安静に過ごしてもコロナ自体は治ったんですが、そのコロナにかかったのがきっかけで、免疫がね、ガタンって落ちちゃったんですよね。そのせいで、この前歯の奥にあったバイ菌的なものが悪さしちゃったみたいで、もうコロナになった3日後ぐらいに、だんだんここの歯が腫れてきちゃったんですよ。ボンってもうね、自分の顔じゃないみたいな感じで、ここが腫れちゃって、2週間外出しちゃいけないみたいな時で、通常ならもう腫れた時点ですぐね、歯医者に行って見てもらうべきなんでしょうけど、コロナにかかってるから、歯医者に行けなくて、もう、どうしようみたいな状態で、めっちゃ痛いし、でも、歯医者に行けないし、みたいな感じで、とりあえず、
なんだ、その保健所に相談したら痛み止めと化膿止め、抗生物質もらって飲んだんですよ。でそしたらまあ少しずつ、この抗生物質効いたのが3日後ぐらいかな、3日後ぐらいにまあ痛みも腫れも引いてきたんで、このコロナが治って隔離期間が終わってすぐね、病院行って見てもらったんですよ。そしたらまあ、ここもう根っこダメになっちゃってるねと、もうこれは抜かないとダメですねってなって、歯の一本をね失うことになったんですよ。前歯の一本をね失うことになったんですよ。はい。でも前歯だから何かしらやっぱね、人工的な歯を何かしら入れないとね、やっぱり前歯ないとちょっと私生きていけないので前歯をね何かしら入れることになって、で歯を抜いた時って代わりに何を入れるかっていうと、まあ、今のところ3つしか選択しないって言われて、1つは入れ歯。入れ歯ってね、おじいちゃんとかがカチャってはめて、夜寝る前に歯磨きして外して寝るみたいな、入れ歯ですよね。入れ歯か、もしくはブリッジっていう方法で、失った歯の横の歯2本と、人工の歯をつなげて、こうカチャッとはめる、3つの歯がつながってるみたいな状態でカチャッとはめるみたいな方法。それは入れ歯じゃなくて、もうね、もう接着されてる状態、もしくはインプラントですって言われて、でインプラントっていうのは人工の歯を歯茎の奥の骨にこう釘みたいなので埋め込むっていうね、上顎の骨に人工の歯をね、こうガガガってこう釘で刺すみたいな感じの方法ですね、インプラントっていうのは。そう、その3つって言われて、入れ歯ちょっと抵抗があったんで、まあ、ブリッジかもしくはインプラントってなったんですけど、ブリッジはその失った歯の隣の歯2本に今度は負荷をかけるから、その2本もダメになってしまう可能性があるって言われて、それは嫌だなと思って、やっぱり一番いいのはインプラントですって言われて、その隣の歯に負担かけることなく、まあ、仕上がりも綺麗なのはインプラントですよっていうことを説明を受けまして、まあ私もネットとかでもいろいろ調べて、まあ確かにインプラントが一番最善の方法かって思って、私はインプラントにすることにしました。はい。なんですけど費用がめっちゃ高いんですよね。まあどんなに安い歯医者さんでも1本45万円からみたいな感じで、私がやったところはですね、だいたいね60万後半プラス税みたいな感じで、めっちゃ高かったです歯ってもうめっちゃ高くて、ほんと倒れそうになっちゃいますけども、まあね、ここの歯は、まあ、いつかそうなるだろうなと思って覚悟してた歯だったし、入れ歯とか、まあそういう方法よりは、もう、お金かかっちゃうけど、まあ、インプラントかと思って、まあね、ちょっとね、貯金を崩して手術しました。はい。そう、そんな感じで、まあ私はインプラントすることになったんですよ。はい。で、インプラント手術どんな感じだったかっていうことなんですが、病院によって違うと思うんですが、私が行った歯医者さんはまずカウンセリングで詳しくね、こうインプラントはこういうものですみたいな、これぐらいの期間かかりますよみたいなことをカウンセリングでまず教えてもらったりとか、心配なことありますかみたいな感じでいろいろね聞いてもらえるっていうカウンセリングがまずあって、そうそう、インプラントやりたくてもなんか骨が薄いとできない人とかもいるみたいで、まあレントゲンとか取ってインプラントできる骨かどうかみたいなのの検査をして、でインプラントできますってなって手術っていう風になりました。まあ、手術自体は別にそんなに痛くなくて、全身麻酔ではないんです、局所麻酔ではあるんですが、まあ、麻酔が効いた状態で歯をね抜いて、で代わりの人工的なインプラントの釘みたいなのを骨上顎にこう埋めて、でさらにそこに仮歯をもかぶせてみたいな状態であっという間に終わりました。で終わった後、麻酔が切れてからも一応痛み止めを飲んでいたので、なんかそんな自分の骨に釘みたいなのを入れ込むってめっちゃ痛いじゃんって思ってたんですが、別にそんなに痛くはなかったですね。それは別に耐えられる痛みっていう感じだったんですが、
しばらく4週間ぐらいは硬いもの食べないでくださいって言われてて、もう手術当日はもうおかゆしか食べちゃいけなくて、で次の日からもまあ柔らかい、なるべく柔らかいもので、でまあ前歯ではね、なるべく前歯使わないで、奥の歯でね食べ物を食べるみたいな状態で、過ごしてくださいって言われて、インプラント手術をしたことによって、しばらく好きなものが食べられないっていうのがね、結構ストレスでしたね。はい、で今ね、手術してから3ヶ月経ちます。はい、3ヶ月経っても今まだね、未だに仮歯の状態です。なんかこれは人によって、その仮歯からちゃんとしたセラミックの歯を入れるっていうのは人によってなんか期間が違うらしくって、私はの場合なんですが、私は7ヶ月後っていう風に言われました。なんか普通の人よりなんか骨が薄かったみたいなんですよね。期間をちゃんと取って固定されてるかみたいなのをチェックしながら、最終的なセラミックの人工的な歯を入れるっていう風にしないと、なんかちゃんと完成しないみたいで、結構期間かかるんですよね。そう、まあしょうがないですね。はい、そう何が困ったかって、そう、好きなものを食べられない以外にも、この仮歯がね、めっちゃ自分の歯の色と全然違うっていうのが結構嫌でしたね。で前歯のまあ一番目立つところだったっていうのもあるんですけど、前歯の上の歯の他の歯が、セラミックで結構白い感じの歯なので、余計それでね、仮歯のなんかこうくすんだ感じの色が目立っちゃうみたいな感じで、ちょっとそこの見た目の部分もでもね、ちょっと不便だなと思いました。で一度先生に、この仮歯ってもっと白いのにできないですかって聞いたら、仮歯ってなんか色が2種類ぐらいしかないらしいんですよ。その2種類のうち明るい色の方を入れてくださったみたいなんですけれども、それでもね、他の歯よりもくすんだ色みたいな感じに見えちゃうっていう感じでした。で先生がその気にしてるな、ちょっとやってみましょうかって言って、その仮歯の上に白くてなんか時間が経つと固まるみたいな樹脂をその仮歯の上に塗ってくれて、まあ、一時期は結構綺麗な白くなったんですけれども、やっぱりね、だんだん、まあ、色がまただんだんくすんできちゃってみたいな状態で、今ねこんな色っていう、まあね、そんな感じで今途中経過こんな感じです。やっぱりね、まあ、結論、やっぱ歯は大事っていう話です。やっぱりね、小さい頃から虫歯にならないようにねするの大事っていうのと、虫歯はないけれども歯並びを良くしたりとか白く綺麗にしたいからということで、虫歯はないけれども、まあ、セラミックにされる方って結構ねいらっしゃると思うんですけれども、それってまあ見た目もすごい綺麗なんですけれども、歯の根っこにもね結構負担はかかるみたいなんで、よく考えてそれはやった方がいいですよっていう話ですね。まあ私はね、もう本当にコンプレックスなんで、まあ、セラミックやったことは後悔してはいないんですけれども、歯の矯正代もこうやってインプラント代もセラミック代もすごい、私の人生、歯にお金をねかけてる人生ですけれども、まあしょうがないですね。これは歯のためにまた貯金をしていきたいと思います。で前にね、セラミックやった時の動画もね、動画にしてるので、セラミックについて気になる方は概要欄の方にその動画の URL 載せておきますので、セラミックについて気になる方はそちらの動画見ていただいて、今回はね主にインプラントの話をしてみました。今日はそんな話をしてみました。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。